サポについてはですね、スムースに事業化まで至ったこととですね、何より人が育ったということで、本当にその支援事業には大変感謝しています。この地域のその今言われた製材産業にですね、の一億を担うということが一つですね。それともう一つ、これは北熱からのその、まあ起点なんですけれども、もともとのですね、真空熱処理の事業、窒化の事業、それからコーティングの事業、機械加工の事業があった時にですね、それ一つ一つが単独ではですね、競争力がない。じゃあその、まあ、中小企業がその競争力をつけてやっていくためにはどうしたらいいんだろうかと考えた時にですね、こんな真空熱処理、窒化、コーティング、機械加工を持っている会社ないですから、じゃあそれを使ってですね、最終製品までできるところでやろうじゃないかと。じゃあそういうその、北熱側の要素とですね、今の富山県内のそういう産業とを見た時にですね、薬を製材する打錠キネという商品がですね、私どもにとって合致したと。その2つの理由でですね、薬のところに行こうというふうに考えたわけです。